ポルトベーロはパナマのコロン県の港町であるパナマ地境の北部に位置するかつてはプエルトベー城という名だったパナマ運河の地図ポルトベーロは地図の上の端にあるポルトベーロの建設は1597年のことだった18世紀まではスパニッシュメインのヌエバグラナダ副王領における銀の重要な積み出し港で スペイン・リアス艦隊の寄港地の一つだった。ポルトベーロの街は、ヘンリー・モーガン船長の悪名高い略奪行為の犠牲になったこともあった。モーガンは1668年に、死略船の船団を率いて、450人でポルトベーロを攻略した。ポルトベーロは、優れた要塞を持っていたにもかかわらず、モーガンは14日にわたり占領し、略奪行為に及び、 金目のものはほとんど根こそぎ奪い去っていった。1739年11月21日に港町は再びイギリス艦隊の襲撃を受け占領された。ジェンキンスの耳の戦争中のことでこの時はエドワード・バーノンが率いていた。彼は3週間かけてポルトベーロの要塞などをもだった建造物を爆破した。 バーノンは1741年にカルタヘナデインディアスで撃退されたが、この戦いがスペイン貿易体制の脆弱性をはっきりと示したことから、その抜本的な変化が行われた。スペイン人は少ない港に大型船を寄港させるやり方から、様々な港に小型船を寄港させる交易に切り替えたのである。さらに、西海岸での貿易を模索し、 オーンミサキ周辺をめぐるようになった。こうした転換は、主要港であったポルトベーロの経済に深刻な影響を及ぼし、パナマウンが建設まで立ち直ることはなかった。今日のポルトベーロは、人口5000人にも満たない、もの静かな町である。奥行きのある自然港を持つ、この町には、かつて主要貿易港だった時代に築かれた、要塞群がある。 それらは、近隣のサンロレンソ要塞と共に、1980年に、ユネスコの世界遺産に登録された。アーカイブされたコピー。2008年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年10月7日閲覧。クアドロ11、テーブル11。in、レサルタードスフィナーレスバシコス、ベーシックファイナルリザルツ。 ナショナルインスティチュートオブスタティスティックスセンサスオブパナマ2015年5月26日閲覧ありがとうございます